今そこにある詐欺。HTB が詐欺の撲滅を目指しておよそ5年半前にスタート。今日で放送1000回を数えます。その電話詐欺なんで、お支払いしないというのであれば私も損害賠償を請求するんです。若者年経ってるって200何なんだよこの野郎。そうですね、電話してくんなお前よ。手口が次々と変わり、なくならない詐欺。僕みたいなものを捕まえてもトカゲの尻尾切り。被害を防ぐための最新テクノロジー。そして統計のトップが考える詐欺対策とは。 HTB 詐欺撲滅企画、今そこにある詐欺。今日は特集です。特集、今そこにある詐欺1000回スペシャルということで、1000回やったんですね。ただ祝1000回ではなくて、はい、なぜずっと1000回続けているかといいますと、 HTB では詐欺がなくなるまでこのコーナーを放送するという目標があるわけなんですが、はい、まあただヒロさん、ゼロにはならないわけですね。それほど減っている、大きく減っているという感じもしないぐらいだね。そうなんです、感覚としてはそうなんですね。ではこちらのボードで特殊詐欺の被害額の変遷を見ていきましょう。まあ、2014年から減少傾向には数字上はあるんですけれども、今月も今年も10月末先月末までに3億円以上の被害があって、依然として被害額は高い水準にあるわけなんです。じゃあ詐欺に引っかからないためには一体どうしたらいいのか、ちょっとした気づきで被害を免れた方に話を聞くことができました。札幌市西区に住む60代の女性。昨日昼ごろ、市役所職員を名乗る男から突然電話がかかってきて、還付金を受け取ることができると告げられました。3月に還付金のお知らせをそちらに出したんですけど、ご覧になりましたかって、いや全然わからないですって、じゃあ紛失されたんですねって感じで、でもうこれが最後だと思うんで還付金をお渡ししたいんでって言われて、その15分後北洋銀行の職員を名乗る男から電話がありました。北洋銀行の青山ですって言われて、でそこから今度お近くの ATM ありますよねって言うから、1時間後女性は自宅近くの指定された ATM に向かい、その前で男に電話をしました。振り込みをしてくださいって言われたんですよ。だ振り込みですかって聞いたら、そうなんですよ、こちらの方で三井ですかの方から振り込みますからって言われて、おかしいなと思ったけど、まあとりあえずは振り込みをして、金額の場面が出ますよね。そしたらその時に登録番号をしてくださいって言われたんですよ。で登録番号が、247353って言われて、でそれおかしいなと思いつつも押したんですけど、で円が押せなかったんですよ。円を押してくださいって言われて、でも円を押したらその金額が振り込まれちゃうじゃないかってふっと思ったんですよね。だからいや、なんで円を押さなきゃいけないんですかって。女性は登録番号を入れるために最後に円ボタンを押すことに疑問を抱き、これは詐欺ではないかと気づきました。振り込みっていう時点でなんか、変だなとは思ったんだけど、まあ振り込みますからって言われたんで振り込みをして、自分の番号をして、で金額の場面が出てきたんで、何これと思ったのが本当にもう完全に、ダメだと思って押せなかったですね。すごいな。はい、そしてこの女性は手数料がかかる、そして30万円以上が口座にあれば手数料はかからないなどと電話で言われたそうなんです。これどういうことかと言いますと、犯人はその女性とのやり取りの中で口座の残高などを確認した上で金額を指定してきたと見られているんですね。ただ本当にボタンを押す寸でのところでハッと気づいてことなきを得たということになります。はい、じゃあ世の中にはそんな気づきを与えてくれる商品もあるわけなんですね。はい、我々の真ん中にいますこちらの警察官、その名もボイスポリス。先週の今そこにある詐欺の放送でもお伝えしました。はい、まあこれ段ボール製のいわゆる立て看板のようなものなんですけれども、この方は実際の、はい、
センサーに反応して喋るわけです。24時間いつでも詐欺防止を呼びかけてくれると。ちょっと高橋さん、お客さんになって前を通り過ぎてもらいましょうか。いいですか。はい。振り込め詐欺。おー。確かに今まで聞こえていなかったこう音が急に聞こえると何だろうっていうふうに注目はしますね。まあそうだね。ね。うん。こういうのちょっとこう中身とか声質とかっての変えられるものなの？ですね、ボイスポリスを制作している東京の会社に話を聞きましたら、設置場所に応じて別の呼びかけ方式の内容だとか、あと方言など音声データの差し替えが可能だということなんですね。例えば関西だったら関西弁にもすることができると、はい、全国でおよそ2400台も現在活躍していまして、道内では北洋銀行の中標津支店などに設置されています。まあ警察の方も疲れ知らずでいいよね、呼びかけてくれるからと言っていました。ちなみに今テレビご覧の方ずっと聞こえてると思うんですけど何分にもですね、今映してるカメラが前にあるので、もう何かあるとすぐこう映っ、こう声が出てしまうんですけども、でもこれが ATM の前にあったらやっぱりなんか聞こえてるなってことで、人が通るたびにね、そうなんです、そういうことになりますよね。はい、ちなみにこのボイスポリスの価格ですが、参考価格16,000円から税抜きということで、そこまで費用もかからないのでね、いいのではないでしょうか。そして、このように特殊詐欺を被害を防ぐための最新技術の開発というのも一つ進んでいます。先月愛知県内で地域の住民向けに行われたデモンストレーション、そこに登場したのは AI 人工知能の技術を活用した ATM です。特殊詐欺の被害者や加害者である可能性が高い利用者を検知します。携帯電話を使いながら振り込みの操作をすると、このように警告の画面が表示されます。日立オムロンターミナルソリューションズが開発したこの ATM には、内蔵カメラに AI が使われています。携帯電話を使いながら振り込みをすると警告の画面が表示され、マスクやサングラスをつけたままお金を引き出そうとすると外すように案内されます。 ATM に誘導されて、キャッシュカードで振り込んでしまうということをまず止めたいということで、それが阻止できるという AI の機能というのは、これが出来上がったということであります。 AI がですね、こう犯罪抑止につながるということは非常に期待をしております。よく銀行員の方とかね、それからあとコンビニの ATM だとコンビニの店員さんが、はい、あれちょっとなんか怪しいな、ね、なんか ATM の前でもたもたしてるなっていう人を見て気づくってことがあるけど、機械が分かってくれると一番いいよね。AI ってすごい。すごいね。思いますよね。この ATM を開発している会社によりますと、はい、VTR にあった電話をかける被害者やマスクなどで変装した出し子以外にも、希望に応じてカスタマイズして AI に学習させることっていうのができるんですって。まあ、愛知県警のほか各警察からも引き合いがあって、実用化再来年の3月を一つ目指しているということで、これ全国に行けばぐっと詐欺被害というのは減りそうな気がします。まあ、このように警察、そして民間企業、金融機関なども協力していろいろ対策は講じているんですけれども、やはりこのように詐欺被害がゼロにならないという現状があります。改めてになりますが、被害に遭わないためにはどうしたらよいのか、道警のトップに私お話を伺ってきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。本当にどうもわざわざお越しくださいました。ありがとうございます。HTB の夕方の一押しで放送しています今そこにある詐欺というコーナー、5年前に放送を始めたんですけれども、なかなか被害がその間ゼロにならなくて、正直放送する我々も悩ましいな、何とも言えないなという気持ちで放送をしています。実は去年1年間で全国の被害額は約400億円、1日あたりで換算すると約1億円が騙し取られた計算になります。1日1億円ってもう相当な金額だなっていう印象がありますね。道内でもおよそ6億6000万円、1日あたりおよそ200万円もの被害が出ています。犯人グループはトレンドを取り入れながら手口も様々に変化させているといいます。口座に振り込ませたり、
またレターパックだとか宅配便を使って送らせたり直接お金を受け取ったり、また最近では電子マネーだとかキャッシュカードを騙し取ったりする手口があるなど、はい、もう実に様々ですね。市民の抵抗力を高めるために情報発信の強化や金融機関などでの水際対策には従来より力を入れています。今年はおよそ1億円の被害を水際で食い止めています。そしてひときわ効果を上げているのが騙されたふり作戦。今年は道内ですでに7人が逮捕されています。実はこの作戦、和田本部長が名付け親でした。市民の皆様方のご協力があればこそなので、分かりやすい名前がいいだろうということから、当時の神奈川の職員らと一緒にそのままもう騙されたふり作戦、そういう名前にしようじゃないかと。ズバリ本部長、テレビをご覧の方々が詐欺被害に遭わないためにすぐできる対策というのはどんなことがありますか？和田本部長が挙げたのは3つ。特に周囲の人と普段から会話することが大事だといいます。お金に関することは一人で決めないということです。我々も取材していますと、親族などに相談をして初めてそこで、あ、これは詐欺なんだなって気づいた方が非常に多い印象がありますね。そうですね、犯人グループは言葉巧みに不安にさせたり、急がせたりして、お金を騙し取ろうとしています。ですから相手が息子だとか警察官だとか弁護士を名乗ったとしても、お金に関することは一人で決めずにご家族や警察に相談すること、まずは相談することを心がけていただきたいなと思います。まあ、うちの親にしてみると私が一番怪しいんですけども、いや普通のお宅であれば、はい、やっぱりご家族でまず相談するっていうことが大事だっていうね、うん、そして息子さんはやっぱりよく連絡を取って、俺は大丈夫だとか、元気かとか、なんか一言言ってるのが大事なのね。連絡取ってあげてください、ね。はい、すみません。ぜひよろしくお願いいたします。はい、では改めてスタジオで詐欺に遭わないための3か条を確認していきましょう。絶対策はないので、はいはい、日々の心がけになります。最新の手口をぜひ今そこにある詐欺も参考にして知ってください。そしてちょっと相談しづらいんだけれども、お金に関することはぜひ周りに相談をしましょう。そして普段からお茶の間で詐欺について会話をしてみてください。以上、特集は1000回目を迎えた今そこにある詐欺でした。